最後にその希望日本という歌を終えて一部終了したいと思います。これね、あのサビの部分がちょっと皆さんちょっとだけ声出して歌っていただくという部分になってて、ちょっと練習をして、あのシーンって聞いてるだけだとやっぱなかなか面白くないでしょ。神子さん見てて、あのたまにあの僕イベントでいつもこうみんなさん見てもらってるばっかりなんで、ステージに上がってね、一曲ずつ歌歌いませんかってイベントやってるんです。あのちょっとこちらではないですけど、練馬にあるビーボールというところで2ヶ月に1回ぐらいのペースで、今夜はカラオケナイトという、あのギター弾けなくてピアノ弾けなくてもステージに上がってカラオケを歌うというイベントなんかもやってますので、歌が好きな方、ちょっとステージに上がってみたいなっていう方がいたら、僕があのイベントやるときにチェックしていただいて、そういう形で声をね、やっぱり 歌うとやっぱ元気になるっていうのがあって、皆さん一緒にこの歌を歌っていただけたらなと思います。ちょっとサビの部分だけ練習しますね。皆さん声出してくださいね、一人だと寂しいから。お願いします。希望日本、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 それだけです。その後高いのは僕一人で歌いますから、声高いんです、これ結構ね。もう一回聞きますね。希望日本、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 結構高いでしょ。ここは皆さん歌わなくていいんで、最初の2回だけよろしくお願いします。それでいこう、希望日本。さんのビーズの稲葉さんぐらい出ますよ。もうね、ビーズの稲葉さん出ます。すごい高いです。稲葉ダンスの稲葉さんじゃない違う。稲葉も。それでは希望日本、皆さん一緒に盛り上げてまいりましょう。